体育委員も楽じゃないね。あさっての合同体育の準備は絶対男子の委員にやらせようね。まったく、騎士沼め。箸よりも重いものを持ったことのないこのナオミさんにあんな重いものを運ばせるなんて。 ナオミってさ、綺麗な形してるよね。え？何が？お尻の形。ええ？あんたの方が小さくて可愛い。私のはアヒルみたいでダメだよ。何言ってるの？ナオミのはアンザン型って言って。 将来楽にたくさん子供を産めるかもって形なんだよ。わ、それちょっと嬉しい。ナオミってほんと保母さん気質だよね。子供大好きだもんね。うん、将来子供4人は欲しいかな。 将来ある人はいいね。ん？いや、いや。 姫、どうしよう、うちの子たちに何かあったら。篠崎さん、大丈夫よ。 症候群だわ。どこかに紙袋でもあるといいんだけど、ここにはなさそうだし。 とにかく気持ちを落ち着かせて安静にさせないと。何かの音が声みたいに聞こえたのかも。きっと建物のきしみだと思うけど、気になるから一応行ってみてくるわね。 2人はここでじっとしててね。先生、待って！一緒にいて！篠崎さん。大丈夫だよ、ゆい先生。俺が篠崎見てるから。 てか、俺見てくるわ。先生、待ってて。ダメよ、他が安全ってわかるまで。君たちはここにいなさい。じゃあ頼むよ、気をつけて。
大丈夫だって、ほら。お願いね、すぐ戻るから。ああ。怖い。足がガクガク震えてる。何が起こっているのか。頭が混乱して、思考がまとまらない。心臓を氷漬けにされているような痛苦しさで、めまいと吐き気が止まらない。だけど大事なあの子たちに何かあったらと思うと、お腹の底から力が湧いてくる。強い大人を演じることができる。教師ってすごい。ユイ先生、サトシたちは無事かな？ええ、きっと無事よ。何か落ちてるわ。ユイ先生、さっきのやっぱ姫、お？なんか見つけたの？綺麗な石が床に落ちていたわ。ルビー、おや、アメジストかな。岸沼くん、石に詳しいの？いや、別に。篠崎がそういうの詳しいよ。そう。じゃあこれ篠崎さんに。じゃないかしら。でも後で渡しといてくれる？元気が出るかもしれないし。わかった。ユイ先生、サトシたちは無事かな？え？
話には聞いていたけれど、こんなにひどい事件だったなんて。これは鍵ね。やあ先生、一人でどうしたの？教室で三人で震えてるのはやめたのかい？生徒の悲鳴が聞こえたから様子を見に行くんです。そう、でもこの旧校舎はいくつもの次元が重なって存在する多重閉鎖空間だ。同じ校舎にいたとしても存在する次元が違えば、その者同士が出会うことはない。もっとも死んで死体や霊魂にでもなれば、あるいは奴らのように次元間を行き来できる手段があるのかもしれないが、だからその生徒が悲鳴を上げた場所に行ったって、会えなければあんたにできることなんて何もないよ。声が聞こえたもの。確かにあんたの生徒らしき子たちもさっきこの学校に連れてこられたようだけど、ここでは時間も次元もバラバラだってさっき教えたろ。悲鳴が聞こえたってそれは今発せられた声なのか、別の次元で何時間も前に上がった悲鳴なのか、あるいは数時間先の悲鳴なのかもわからないんだ。影響し合ってはいるが、必ずしも並列に動いてはいないんだよ、この多重次元は。だからってじっとしてなんていられません。どいて。じゃが、実践。
教師なんて世の中で一番信用できない生き物だ。お前らは自分の保身しか頭にない。生徒の心配より責任を取らされる自分のことが心配なだけだ。そんな奴しかいないんだ。教師なんて連中は騙されないぞ。騙さる？生徒間の虐待を知っても面倒だからと近寄らず、学校の体裁や偏差値のためなら。問題児として処理した生徒は簡単に退学にして切り捨てる。叱るんじゃなく怒る。違う。生徒のためになんて考える奇特な奴は一人もいやしない。あんたの生徒たちだってそのうち餓死するか悲観して自殺するか。僕のようなここで死んだ霊魂になぶり殺されるしか道はないんだ。死ぬ時だあんたのことなんて思い出しもしないだろうね。他の生徒たちを殺すときに伝えてあげるから。まだ心配したふり。嘘つきめ、知ってるかい？ここで死ぬと死ぬ瞬間の激痛が永遠に続くんだ。潰されて死ぬ、想像を絶する痛みと苦しみだろうね。それがずっと永遠に続くんだぞ。自分を助けてと言えよ。正直に。正直なら助けてやるよ。あの子たちはひどい目に遭わせないで。ち、強情だな大人は。そのまま潰れて死んだら引き返るみたいな格好だね。
どうしたんだよ。 入れ違いになったらどうすんだよ。 行くの？ わかったよ。 でも 見つからなかったら すぐ戻ってくるからな。 書き置きするか。篠崎、お前何か持ってる？しかない。紙とか持ってねえもんな。じゃあ、教卓にでも書くか。 ユイ先生、迎えに行く。入れ違いでこれを見たら。 この場で待ってて、俺たちも帰ってくるから。これでいいな。お前がわがまま言うからだろうがよ。 泣くなって。 貼り紙があるのよ。冗談じゃねえ。誰が自殺なんかするかよ。
身の悪い絵だな。どうしたんだよ。いいこと思いついたの。あのね、院長篠崎さんの怖いろうそくといえば、二の宮で知らない人はいないでしょ。十クラス全部で有名だよ、怪談委員長って。だから、この校舎のあちこちに。こうやって、ろうそくを置いておけば。持田くんたちが見つけてくれたら、目印になるかも。私や Shishido先生、岸沼くんもこの校舎の中に、一緒にいるってこと。そうだな。それお前の存在証明にしかならねえけど、まいいか。行こうぜ。骨だ。人の。もういやー。大丈夫かよ、篠崎。どこにいるんだ。あいつがいればもう少し篠崎も心が休まるだろうに。何やってるの、早く行こうよ。分かってるよ。
んだこの部屋。教室の形してねえな。おい、篠崎？頭が…割れそう。マジか。おい、大丈夫かよ。でも、奥に何かあるぞ。あっ！なんだ、こいつ！ダメ！え？脅かすな、お前！姉様の私を置いていくのですね。許さない。どうしたんだよ。おい、篠崎、どこ行くんだよ。どうしちまったんだよ。おい、篠崎、お前何やって。誰もそんなこと言っていない。
の誕生日なので7つになったお祝いに。お前の汚い、ああ一緒にこっちを見るんだ。篠崎、おい。あれ、岸沼君、どうしたの？いや、なんかお前変なことを喋ってたぞ。ん？覚えてないのか？この状況でのプレッシャーのせいか、マジで神経が参ってるな、篠崎。いや、気のせいかも、俺の。気にすんなよ。
なんだ、休むか？うん、ここにもろうそく置いとくの。いいでしょ？ああ。今、声が聞こえたか？聞こえた。どうしたんだろう、この人。命を落とすとき、
すごく驚いてる感じがする。男の子のトイレなんて初めて入った。何？いや、なんでもない。気のせいか。すっげえ視線が気になるんだけど。さすがに無理だわ。すっげえ視線が気になるんだけど。さすがに無理だわ。起きるな。なあ、今変な声聞こえたか？聞こえてないけど、ここ何かいる？早く出よう。おおこんな匂いするんだ。これなんだ、これ何のシミだ？人の形にも見えるな。ここで誰か死んでる。声が聞こえる。やだ、そんな。おい、どうし、おい、なんなんだよ、クソ！
大丈夫かよ、篠崎。もっと連れてこい。私のために何でもしてくれる。悪気がなくても、あなたは生き埋めが記すのですか。私のものなんだから、あなたなんかに渡さない。掃除が大変だ。恥ずかしいと思いなさいよ。何？なんだこれ、個室の中が真っ黒に汚れてる。誰かいるみたいで気持ち悪いな。篠崎、おかしくなりそうだ。なんでこんなことになっちまったんだよ。岸沼、やべ、なんだこの煙は。出てこい便所から。また吸ってたのか。あ、その、いいえ。次目撃したらクビだって言っといたよな、学校。すいません。問題児、お前さ、なんで学校にいるの？親からも勘当されて別居状態、友達もいない、授業も出ん。
つまらないからと学校に八つ当たりされても困るんだよな。楽しくないんだろ。なんでやめないのか意味がわからん。その家庭環境では進学だって考えちゃいないんだろ。はあ。ま、一年のこの時点からすでに三者面談にすら顔を出さない。お前んとこのご両親もどうかと思うがな。うちの親出来悪い俺のことを嫌ってるから。いや、それ以前の問題だろ。親としての自覚が足りん。俺にもし子供がいたら絶対にそんなことしないよな。まったく大人になりきれていない幼稚な親が一丁前に子供なんか作るから。世の中幼稚なガキが溢れかえるんだよな。確かにな。確かに無理にここに居続ける意味はないかもな。こいつぶん殴ってやめてやるのもいいか。授業料だけ出してりゃ親だとでも思ってんだろ。あの類は。あ、なんだその目は。教師に手出すなんて初めてだな。ま、いっか。坪田先生。ああ、おお、委員長、なんだ。教頭先生がお呼びです。すぐ職員室に来てくださいって。そうか、分かった。ん、篠崎、お前の目はいつもキリッとしていて凛々しいな。先生、お前のような子は大好きだ。悩みがあったら何でも相談に来い。最低の先生。すまねえ。あなたも最低。え？今手出そうとしてたでしょ。あんなダメな先生の口車に乗せられて退学になって。そんな結末悔しくないの？意地でも思惑に乗らないように。かじりついてでも居座ってやりなさいよ。もう。え、お前何泣いてんだ。なんか感情的になると意味なく涙出るの。私、一の五の岸沼くんだっけ。ああ。私は三組の篠崎。出しゃばっちゃってごめんね。おう。あ、いや。じゃあ。なあ、さっきの教頭が呼んでるっての。うそうそ。そういや、あの時の涙の礼まだ言ってないな。
そうだよ。ここに閉じ込められたことが分かったとき、何があってもあいつを守るって決めたじゃねえか。うん、俺の何があってもが今試されてんだよ。どうしてこんなことをするの？篠崎、頼む、戻ってきてくれ。篠崎、クラスのやつら見つけて全員でここを出るんだろ。お前がそんなんじゃ意味ねえんだよ。シヌマくん、あれ、私、篠崎、お前、お、えでか、お前戻ったのか。から目にしてる、ここで亡くなってる人たちはみんな知らない人たちだったけど、さっきのすごく身近な人の断末魔みたいな思念を浴びて、気づいたら岸沼くんに抱かれてた。あんまり拒否なくてもいいよな、身近な人か。今回ばかりは外れるといいな。か、苦しくて寒くて喉だけ焼けるように熱くて、湿気もしてて真っ暗で、もがいても手も足もつかなくて、助けてって声も出なかった。わかったよ、痛かったよ。篠崎、しっかりしろ。お前はちゃんと生きてる。てか、ユイ先生本当にいないな。一度戻ってみようか。そうするか。サトシたちもいないしな。
私もね、学校大好きなんだよ。鈴本さん、ダメ！離れろ、早く！先生も大好きだし、君たちと一緒だね。鈴本、おい、しっかりしろ！鈴本さん、わかる？篠崎さん、石沼君。大丈夫だよ。本当はこの子たちは悪くないよ。かわいそうな子たちなの。見て、これ。新聞の写真と同じ顔、同じ服装だ。さっき1階で追いかけてきた男の子の霊もこの写真の子だわ。この子たちを放っておけないよ。私ここにいる。ダメだ、鈴本、ここ出ようぜ、なあ。鈴本さん、ダメ！それ以上情をかけちゃ。ダメ！ダメよ！おいおい、どうなってんだ。こいつら、何しやがった？寒気が…取れない…触ることができないんじゃ。引っ張り出すこともできねえ。どうすりゃいいんだ。なんとかしなきゃ。で、お前、鼻血出てるぞ。言わないでよ。はっきりそういうのは。なんだよ、教えずにほっとこうがひでえじゃんかよ。こんにちは、
なんだこいつ、目が死んだ魚みたいだ。あなた方はここに閉じ込められたばかりなのですね。そうだけど、あんたもか。見たことない制服だけど。私はとっくにここで死んでいます。大事な人を探しにここへ来ました。あなたはもしかしてナホさん？はい。誰だ一体？女子高生霊能士のさえのきナホさん。あれ？去年何か賞を取ってテレビ出てた小説家の？霊能相談や心霊情報のホームページもすごく有名なんだ。いつもサイト見てました、ナホさん。ありがとう。もう更新なんてできませんけれど。幸せの幸子さんのおまじないが乗ってから更新が止まっていたから心配していたんですけど、こんなことになっていたなんて。なあ、ちょっと。さっき人を探しにここへ来たって言ったな。はい。自分から来たのか、てか来る方法があるのか、ここに。それはごめんなさい、言えません。え？それよりお友達が大変なことに。そうなんです。どうしたらいいのか。私はここで死ぬ前に脱出を試みてこの学校を必死に調べました。どうやらこの異空間、天神小学校を形成しているのは。私たちの時代から30年前に起こった事件。児童4名連続誘拐殺害事件で惨殺された子供たちの霊。さっきの新聞記事に写真付きで載ってた4人か。多分そうだね。私は途中力尽きて叶いませんでしたが、あの子たちの霊を安息に弔ってあげれば、あるいは。多重次元の異空間も崩壊し、私たちへの無用な虐待もやめて解放してくれるかも。そう思うのです。安息に弔うったってどうすればいいんだ。欠かせないのはもちろん殺害犯人の懺悔でしょうね。殺害犯も、まさかこの校舎にいます。マジかよ、懺悔ってそんなやつ相手に。俺らに何ができんだよ。
いで保健室の霊二人を何とかしないと。お友達が。わかりました。とにかくそいつを探してみます。ね、おい待てよ篠崎。作家か霊能しか知らねえけど信じてみるよ。今は何でもありがたい。おい、大丈夫か？平気、戻してないよ。平気に振る舞ってるけど、プレッシャーでボロボロじゃねえか、篠崎。早く出してやらねえと、こいつもやばいぞ。出口はねえのか。お姉やん、はよう。お姉やん。なんだこの声。首を返して。憎い、痛いよ。
なんだこの声。体を戻して、殺人犯の持ち物か。ふざけないでって感じたよ。なあ、それ犯人の懺悔にならねえか。許せない、絶対こんな大人。呪いまき散らしたところで、何になるって言うんだ、こら！ダメよ、怒らせちゃ話ができない。あなたたち、これを聞いて。悲しい出来事はもう終わったわ、大好きな。
大好きなご両親のもとへ旅立ちなさい。ね、いい子だから。その子を鈴本さんを話してあげて。ダメ、やめて。嘘だろ。篠崎、篠崎はどこだ。なんだよ。これ…まさか…これ…篠崎、見るな、ここ離れるぞ。マジで頭変になりそうだ。しろ。棚が軽くなってる。痛い。先生、本気で生徒のことを心配してるのかい？前でしょう。たかが他人の教師だろ。親でもないくせに。親みたいなものよ。私も如月学園の他の先生方もみんなのご両親にも負けないくらい、あの子たちを愛してるわ。バカにしないで、教師を。それよりも答えて。私の生徒たちが他にも。ここに連れてこられているのは本当なのね。ああ、聖者の魂が同時に増えたのを感じたから。
いるよ、何人か。先生を含めて9人くらいだ。今の子だって私たちと同じこの学校の被害者。被害者が被害者をやりきれない思いで傷つけて膨れ上がった悲しみ、閉ざされたこの空間で逃げ場もなく渦巻いているんだ。なんだ？なんか今ユイ先生の声が聞こえたような。守ってくれたのか、ひょっとして。目が離せねえ。なんだこいつの目。なんだ？あ、真っ暗だ。篠崎！ユイ先生！サトシ！誰かいないのか？んだよ、ここどこだ？夢でも見てたのか？てか、体動かないし。周りに壁？穴の中か？ここ。なんだ、誰だ。やめろ。土か、上から誰かが。やめろ、何してんだ、植える気か。口の中に詰まり出した。息ができねえ。死ぬのかよ、こんな。死ぬ？誰が？
嘘だろ。冗談じゃねえ。やめろ。いって。目が。これ篠崎？なんだよ、なんなんだよ、なんでこんな目に遭わなきゃいけねえんだ、
なんでお前の尻顔なんか見なきゃいけねえんだよ。ふざけんなよ篠崎。お前のそんな姿見るくらいなら俺が代わりに死ねばよかったんだ。そう。大丈夫かよ、篠崎。もっと悪い。私掃除。何？篠崎、あのままほっとくのはやばいか。でも怖えよ。なんであんなになっちまったんだよ。そういや、あの時の涙の礼、まだ言ってないな。そうだよ、ここに閉じ込められたことが分かった時、何があってもあいつを守るって決めたじゃねえか。うん、俺の何があってもが今試されてんだよ。どうしてこんなことをするの？しろ、マジかよ。しろ。
ユイ先生の声が聞こえたような。読むなってことか、ひょっとして。なんだよ。なんだよ。何口に入れて。血の味ってお前。じゃねえか。ああ、なんで？誰がこんなことを。誰だ。さねえぞ。死にたくない。死にたくない。殺される。食べられる。あいつが追いかけてくる。もうすぐ、きっと捕まる。この遺書を読む人がいたら、あいつをさばいてください。私を殺して食べたのは、クラスメートの岸沼です。
ああ、ああ、ああ。